今から中学生漫画家藤井義政くんが新作を書くことになりましたので、それを発表していただきます。それでは題名の発表をどうぞ。学級対抗リアルさばきです。この漫画を書こうとする動機はそもそも何ですか？はい、僕は絵が好きなんで、小学4年生頃から漫画を描くことを始めました。そして、5年生、6年生頃、この過去ミリタリー漫画というものを描き始めまして、メカ、また似顔絵などに取り組んできました。そして今回は中学生の集大成としてこの新作を書くことになりました。ミリタリーを中心に書かれていますね。なぜミリタリーなんですか？僕はこの中学1年生になってから学校のクラスを中心にして、こういう岡崎アットウォーズという漫画を書き始めました。その内容がこちらになります。日米の戦いを描いた、そういう漫画です。こうした漫画をきっかけとして、リアル系の似顔絵や それを基調とした創作物、さらにはこうしたカラーイラストの制作までやるようになります。そのため、僕にとってミリタリーは、欠かせないものとなっています。今回の学級対抗リアルサバゲーという漫画なんですが、その内容を教えてください。はい、リアルサバゲーというのは、ある学校の体育祭の伝統行事として、で争われる一つの競技として、作りました。僕の造語です。これはよく世間で言われるサバゲーというものをさらにリアルにしたものです。僕はこうした題材を選んで漫画を描こうと思っています。今回の漫画に対する意気込みをお願いします。僕は今回一人で親子ではないそういう漫画を作っていきますので、いろいろな発見があるかと思います。その発見を大切に楽しみにしていきたいです。今からゲームを始めたいと思います。はい、できました。これが短編漫画のネームになります。はい、それでは、早速原稿の方に下書きをしていきたいと思います。はい、こちらです。